令和の虎、その思いを金に変えろ。社長、携帯いじってるとこ出た来たこの画角で、はい、一人語りね。はい、もちろんです、はい、お察しの通り、はい、ちょっと今日もいくつか撮らせていただきたいな、はい、先に言っていい、はい、叩かれたね。そうですね、まあ、私の言葉がね、ちょっと良くなかったかなっていう。まあ確かに、はい、良くなかったよね、あれはね。そうですね、はい、やっぱ言葉選びがなかなか難しいな。うん、多分何を言っても言い訳に聞こえてしまう部分はあると思うんですけど、うん、まあ、言葉選びを見せたなっていうのは本当に感じていて、うん、ただ本心でなんか視聴者のことを、まあ、言ってしまうとか嫌って思ってるとかはないので、その、うん、自分がここまで支えていただいた方に、まあ、勘違いを与えてしまうっていうのは自分の責任であり、今後気をつけなければなと思ったのと、やっぱこうやって外で話す機会あまりなかったので、改めて虎の方すげえなっていうのと、まあこれだけのチャンネルで言うと影響を与えてしまうんだな、良くも悪くもっていうのは勉強にもなりましたね。まあ俺どう思ってるかっていうと、全部見ろみたいな感じやな。はい、はい、やっぱね、あの経験だよ、何でも、うん、ね、経験すれば分かることがあるからさ。はいはい、はい、で今日は何ですか。今日はですね、はい、ちょっと桑田さんについて聞きたいなっていうことがいくつかあって、おいおいおい、なんか最近すごい YouTube のこととか精力的に動かれていて、桑田さんのチャンネルの方も伸びてるなっていうのがこっち側の様子としても伺ってるんですけど、はい、社長の目にどう映ってるのかなと思って。桑田許さない。許さない。許さないだよ、もうね、はい、あの人日和すぎだってさ、はい、ついこの間まであのヒカルさんとの動画が流れる直前まではよ、もうこれからは通販の虎にかける言うとったよね。おっしゃってましたね。そう、なんかもうな、他の仕事全部やめてでも通販の虎に命をかけるぐらいのこと言うてて、うん、で、あー、えらい張り切ってるなと思ってた矢先にさ、あの動画流れたら、ちょっと通販の虎どこ行ったみたいな、それぐらいだよね。で、もともとさ、桑田さんってあの俺前にね、なんかの動画でも言ったことあったんだけど、結構ね、ブレるっすよ、こうやって。あ、そうだ、なんかね、そうそう、例の事件が起こった時、うん、あの時になんかあれから桑田さんはなんか僕に、いや、やっぱ今までね、うん、なんかこういうことが大事なんだって思ってたけど、今回あの事件が起きて、なんかそのアダルトチームの動きであったりとか、うん、僕を見ていて、やっぱり自分には実業が合うんだなと思って、うん、要はね、そのニュージェネレーショングループにもっと力を入れなきゃいけないっていうふうに言ってた時期があったんですよ、うん、で、かと思ったらトラベルが始まったでしょ、はい、だからトラベル始まったらブーン、トラベルの方あのこっち側行ってあれ言ってたのどこ行ったみたいな。だ、今度トラベルなくなって、桑田のチャンネルがね、トラベルの代わりをやり始めて盛り上がってるところで、でも彼は通販通販通販言ってたんで、どんだけブレるねみたいな。まあ、ただ、まあ、冒頭でね、ブレるっていう話をしてしまったんだけど、これが桑田さんのいいところだね、多分。うん、うん、桑田さんならではのその状況に応じたなんか変わり身の速さっていうか、そういうことは多分ね、いいところと悪いところはあると思うんだよ俺。うん、多分俺にはそういう立ち回りって多分できなくて、例えばまあ俺年も年っていうのもあるんだけど、今令和の虎の人たちがいろんなことやってるじゃないですか、はい、なんだかんだよく誘われたりするんですよね、それに。でもなるべく僕は行かないようにしてます。あえてそうする。そうです、自分に時間がないっていうのもあるんだけど、なんか俺っていうその令和の虎の主催者である僕があんまりいろんなことをやりすぎちゃうのはよくないんじゃないかなっていうふうに自分で実は判断をしてるので、あんまりなんかこういろんなチャンネルにどんどん出ていったりとか、そういうことはしないでおこうって実は今決めてます。なんか今社長もご自身の判断で他に出ないっておっしゃったじゃないですか、うん、はい、その前の桑田さんが、まあ、今ここだって決めたところに舵を取ってっていうところもそうだと思うんですけど、うん、なんかよく令和の虎でも、うん、経営者とはっていうところの話で、うん、その場で必要な判断をすぐに取れる人っていうのが大事だよっていうのを主催者の方にも言っているじゃないですか、はいはい、なんかそれが舵を思いっきり切るのも判断であり、とどまるのも判断でありっていう、なんか個性の違いっていうところが経営者自身にもその会社にも出てるだけなのかなと思って。まさしくその通りだね。だから桑田さんっていうのは
本当に即断即決で彼のインスピレーションの中で今回はこれが正しいと思った方にブーンってこう動く人なんですよ。で多分俺はなんかずっと一つのところ大きななんか幹というか芯があってあんまりそこから外れないっていう人生をここまで生きてきたのかなって感じかな。そうですね。まあでもさそれはさどっちが正しいか間違ってるかじゃないじゃん、うん、その人の生き方なんで。でも本当にあの最近いろんなことに誘われてほら桑田さんがこの間のお盆休み来たじゃん、はい、でその後セラさんにも頼まれて実は配信がこの後がさっき分かんないけど流れるんだけど、うん、これやった時に当然それ受けたんだけど、うん、もう同じことで俺使われても多分断るだろうなと思ってるし、まあ、何よりやっぱり俺自身は令和の虎って一番大切なことがあるからここのところをしっかり守る、うん、そしてここを発展させるということを大事に考えなきゃいけないというふうに思ってるからなんかあんまりちょこちょこと他の社長みたいにいろんなところに手を出さない。だから手を出さなければ知り合う人も少なくなるじゃないですか。彼らはいろんなことをやっているからヒカルさんにも会うし DJ 社長にも会うしってことでどんどん彼らって広がりが増えていくんですよ。これはすごく素敵なことだし、でも僕はこう正直言うといやなんか羨ましいなとか俺もヒカルさんと絡みたいなとかないです。全くないです。はい。すごいなと思うし、これによってどん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 ね、桑田さんとかは広がっていってるので喜ばしい。で、多分俺若かったら嫉妬があると思うんだよ。俺もみたいな。同世代ぐらい。そうそうそう。でもね、やっぱりねこのぐらいの歳になるとなんかねそれを息子たちを見るように頑張れみたいな。正直な気持ちあるんで、それは。そうですよ、ね、そうだから俺はもうずっとこの決められた幹の中でそれを守る、その幹をもっと太くするっていうことにずっとなんか邁進するんやろうなとは思ってるけどね。確かに特に今お名前が出てる桑田さんとかはこのチャンネルが立ち上がった時からずっと出続けてくださったじゃないですか、はい、まあもちろん新トラの方も含め出てもらってる以上のリターンを出せるためにはやっぱこの大元を運営するところは基盤をちゃんと作っておかなきゃなっていうのは確かにそうだなって今の話を聞いてて改めて思いましたね、うん、だ本当にやっぱり桑田さんとか林さんとかね、うん、本当の初期から出ていただいてる方々って、うん、まあもちろん彼ら2人とも令和の虎があって自分たちが世に出たっていうことを言ってくれるんだけど、まだ僕はその2人に対して恩返しは足りてないと思ってるんで、もっともっとあの人たちが望むならば有名になっていけばいいなと思ってますね。はい。なんかちょっと話ずれちゃうんですけど、桑田さんってこうやってなんか YouTube もそうですし、はい、いろいろ動かれてるじゃないですか、うん、今で、なんかそのさっき出ていた事件後の時にニュージェネの方に振り切ってっていうのが、うん、今この YouTube の活動に隠れてるだけで未だにすごいされてるんだなって、あの毎週金曜日の YouTube 配信とかも継続してることもあるなと思ってて、なんかうちで夏まで開催してたビジネスアカデミーってセミナーあるじゃないですか、はい、あの講師で来ていただいた時にやっぱ伸びるためにどういうことをしたのか、ホストの教育どうしているのかみたいなところをテーマに語っていただいて、バック伸びしてるじゃないですかね、うんうん、なんかその自分の事業も育てつつ自分が演者として外に広告塔的に立っていくという両軸を回してるのがすごいなって、それを見せないじゃないですか。いやだからね、桑田さんって実はあの数多いる虎の中でも一番継続力あるよ。だってさ、どんだけ瞑想して YouTube やばいよね。何パターンもありますよ ね、あの香川のうどんのところ行った時はこの人は一体何考えてたって思ったよ俺は。だけどずっとね、うん、本当に数万人しかいない YouTube チャンネル、うん、うちも急に爆伸びしたけど、やっぱ桑田さんが長いこと YouTube やってきてここに来てバーンってバズってね、銀の盾になってもう今12万人13万人になってることは本当に良かったよね、うん、嬉しかった。それを迎えた瞬間がくしくもうちのラウンジっていうのはなく嬉しかったですね。ここで本当にそうだよね、華やかな場を迎えられたんだ、ね、はい、まあ本当にあの僕にとっては桑田さんもね、あの林さん同様もうなくてはならない人ですでもなんかいつかもうそろそろ令和の虎卒業かなとか言いそうじゃん。あ、なんか想像できちゃうんですね。なんかね、そんなあの未来もちょっと見えたりして、うん、わかんないですけどね。はい、いや卒業するのようにちょっと頑張ります。そうだね、はい、はい、
まだメリットがあるって思ってもらえるように運営していきたいなって思いますね、うんうん、はい、そんな感じ今日は、はい、結局和田さんについてはまとめて聞きたいなと思ったので今日は時間いただきます。わかりました、はい、ちょっとこの後もなんかちょうど今日差し飲み企画がとかいう話もあったので、また桑田さんの方のチャンネルでも岩井の素顔が見られるかなと思うので。あ、そうかもわかんない、はい、でも俺酒飲まないからね。ノーマルでどんな差し飲みするんだろうと思いながら、ジンジャーエールで酒に見せかけるだけだから、はい、な、ちょっとそちらもお楽しみにいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、仲間とつながれる、トラとつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の空ファンクラブ入会はこちらから。